スーザン・ライス、スーザン・エリザベス・ライス、スーザン・エリザベス・ライス、1964年11月17日隊は、アメリカ合衆国の外交政策顧問、元アメリカ合衆国国際連合大使。クリントン政権に決めには、国家安全保障会議スタッフ、アフリカ担当国務次官補を務め、オバマ政権では、2009年1月22日の上院議会で、 全会一致で国連大使に指名された。女性としては、ジーン・パーク・パトリック、マデレーン・オルブライトに続きアメリカが衆国史上三人目、アフリカ系アメリカ人女性としては初の国連大使である。国連大使退任後は、同政権で国家安全保障問題担当大統領補佐官に任命され、政権交代まで務めた。なお同じアフリカ系アメリカ人女性だが、 ジョージ・ W ・ブッシュ政権の国務長官を務めたコンリーザ・ライスとの血縁関係はない。1964年11月17日、ワシントン DC のシェパード・パーク地区に生まれる。父親のエメット・ J ・ライスはコーネル大学経済学教授で、1979年から1986年までは連邦準備制度理事会の理事も、無他。母親、ロイス・ニクソン・フィットは、 教育政策学者である。大学入学までは、ワシントン DC にある全日制の私立女子校である、ナショナルカテドラルスクールに通い、トライアスロンの選手であったほか、生徒会の会長や卒業生総代も務めた。バスケットボールのチームでは、ポイントガードとして、オフェンスを指揮し、スポーテン、を略した、スポ、というニックネームを得ていた。父親からは、決して人種を言い訳にしたり、 利点として利用しないように常々教えられていた。幼い頃はいつもコロンビア特別区からの初の上院議員になるのが夢だと言っていたという。彼女はまた自分の功績が差別撤廃措置によるものだとして軽んじられるのではないかという不安を常に抱えていた。大学はスタンフォード大学に入学しトルーマン奨学金を受け1986年に 歴史学の学士号を得て卒業した。成績優秀な学生で構成されるクラブ、ファイ・ベータ・カッパの会員にも選ばれてい。卒業式当日には、学長ドナルド・ケネディが、私は、君が誰だか知ってるよ。と声をかけ握手してきた。なおコンドリーザ・ライス前国務長官は、姓が、同じ、ライスで、共に、女性の外交政策専門家であり、アフリカ系アメリカ人。 スタンフォード大学に縁がある、コンドリーザ・ライスは2009年から、スタンフォード大教授といった共通点があるが、血縁関係があるわけではない。ローズ小学生となり、オックスフォード大学の大学院に進学したライスは、1988年に、終始、1990年に博士号を取得して、卒業を。王立国際問題研究所、チャタムハウスは、ライスの博士論文、 ジンバブエにおける、共和制、構想、1979年から1980年、国際的平和維持活動が意味するものを、英国で最も優れた、国際関係分野の論文と評した。オックスフォード大時代のクラスメイトや教授には、国連や国際法の役割を主張する者、アダム・ロバーツ、ベネディクト・キングスベリー、世界規模での経済ガバナンスと、 国際的な経済協力性構築を主張するものナイリ、ウッズ、ドナルド・マーク・ウェル、ロシアの権威主義に断固たる態度を取るべきと主張する者、マイケル・マクフォールなどがいる。なおアダム・ロバーツは国際的な人権侵害問題専門家でもあるが、ライスもこの問題には特別な関心を払っている。ライスはカナダ・ブリティシュ・コロンビア州、ビクトリア出身で、 スタンフォード大学時代に知り合った、米 ABC ニュースプロデューサーのイアン・キャメロンと1992年に結婚、二人の子供を授かり、家族と共にワシントン DC で暮らしている。1988年の大統領選では、マイケル・デュカキスの外交政策顧問を務めた。1990年代初頭には、世界的なマネジメントコンサルティング企業である。 マッキンゼーカンパニー社でマネジメントコンサルタントとして働いた。マッキンゼー時代はトロントオフィスに勤めている。クリントン政権では1993年から1997年まで国家安全保障会議スタッフを務め、うち1993年から1995年までは国際機関、平和維持担当部長、 1995年から1997年まではアフリカ政策大統領特別補佐官、天上給食を務めるなど様々な立場で政権運営に関わった。ライスと家族ぐるみの付き合いがあり、昔からの死でもあったマデレーン・オルブライトは1997年国務長官に就任するとクリントン大統領、当時にアフリカ担当国務次官補として、 ライスをこもした。一方で、連邦議会黒人幹部会の黒人議員幹部らは、ライスをワシントンに同化した黒人エリートの一人であると、みなし、国務次官補の第一候補とはしなかった。だが、ジェシー・ヘルムズ上院議員が議長を務めた、上院の助言と同意を得るための公聴会が開かれると、ライスはまだ血のみ子だった息子を抱いて出席し、これが、 公聴会の民主、共和両党の上院議員に好印象を与え、ライスは助言と同意を得るプロセスを楽々とパスした。ライスはクリントンが2001年に政権を去るまでアフリカ担当の国務次官補を務め続けた。多くの官庁職員や外交官がライスをとても聡明だが経験不足で柔軟性に欠けると評している。若く頭脳明晰な野心家で、 アメリカの安全保障を強化することを目的として、アフリカを世界経済の枠組みの中に組み入れるために、働いていると考える者もいた。一方で、権威主義者、正義、自分と違う意見を考慮することを嫌がると批判する声もあり、伝えられるところによれば、国務省アフリカ局の外交官といざこざを起こしたと、される。ニューズウィーク市国内版記者でもあるマーサ・ブラントは、 スタンフォードマガジン紙の記事にこう書いてる。2001年から2002年まで戦略分析機関、インテリブリッジ最高経営責任者権代表を務める。2002年、米シンクタンクブルッキングス研究所に外交政策、グローバル経済開発プログラムのシニアフローとして参加し、米国の外交政策、破綻国家、世界的貧困の影響。 国家安全保障への国境を超えた脅威といったテーマで研究を行った。2004年の米国大統領選では民主党、ジョン・ケリー候補の外交政策顧問であった。2002年、スタンフォード大学の黒人卒業生の栄誉の殿堂入りを果たしている。ブルッキングス研究所を辞職し、2008年、米国大統領選挙において、 バラク・オバマ上院議員の上級外交政策顧問を務め、オバマ当選後の2008年11月5日、オバマ・バイデン政権移行チームの諮問委員会に選出された。2008年12月1日、オバマ時期大統領は彼女をアメリカ合衆国国際連合大使に推薦し、同時にその地位を閣僚級に格上げした。ライスは史上2番目の若さで、 史上初の黒人女性の国連米国代表となった。ライスはニューヨークのほか、新たにヒラリー・クリントンが国務長官に就任した国務省のあるワシントン DC に政権移行作業チームを構える予定であると発表している。2012年にオバマが大統領に再選されると第2期政権においてクリントンの公認として 国務長官への就任が取り沙汰されていたが、2012年9月、リビアで起きた、領事館襲撃事件をめぐり、計画的テロではなく自然発生的に起きたものと、発言したことに対し議会共和党などから、政治的な意図から国民に誤った情報を流した、との強い反発を受けたことを考慮して、自ら辞退した。2013年7月1日、アメリカ合衆国国家、 安全保障問題担当大統領補佐官に就任した。アジア安保に関して彼女は米国と中国との g に進展には興味があるが同盟国日本への関心は薄い。また2014年11月、チャック・ヘーゲル国防長官はシリアやアイスセルへの対応に関してライス補佐官と対立して辞任した。ライスはアメリカ民主党国際研究所や ユニセフアメリカ基金などの役員を務めるほか、ベーシンクタンク大西洋評議会の評議員、スタンフォード大学、フリーマンスポグリ国際教育研究所諮問委員、米独立系情報サービス会社、BNA 役員、NPO パートナーシップフォーパブリック、サービス役員、ボーボワールナショナルカテドラル小学校、理事、及び NPO 団体インターニュースネットワークの役員、などを務めた。 外交問題評議会及びアスペン戦略グループのメンバーでもある。1998年10月5日号のニューズウィークにはライスについて聡明ではあるが経験不足で柔軟性に欠けると多くのアフリカの外交官や米国の専門家にみなされていると記述した記事が掲載入れた。同記事ではワシントンは1996年のルワンダから ザイールへの多国籍軍の侵攻及び、その後の悪名高い独裁者、モブツセセセコの打倒について偽装的発言をした。当時のクリントン政権の情報源は、この侵攻について前もっての情報は、持っていなかったと主張したのだ。しかし、ある軍事戦略立案部門高官によると、ワシントンは、そのような事変が起きたとしても反対しないことを、あらかじめ約束していたという。 それはクリントン政権の考えとしては些細なことなのだろう。スーザン・ライスは当時知人に誰であれ、モブツよりはマシと述べていたことがある。だが多くのアフリカ問題専門家はワシントンが暗黙のうちに今後の国境審判に共謀したとすればそれは地域を危険なほどに不安定化するものだと考えている。サマンサ・パワーは2001年9月の アトランティックマンスリーにスーザン・ライスが政府内の電話会議でもし我々が現在進行中の事態に対してジェノサイドという言葉を使いながらそれを雑誌していると見られるとしてもそれが11月の議会選挙にどのように影響するでしょうかと発言したと書いているしかし同じ記事でパワーはライスがその過ちを認めていると指摘しそのことについて 責任を感じているようだとも書いている。2002年のワシントンポストの読者投稿記事にて、全スーダン大使のティモシー・カーニーとニュース機構者のマンスー・アリアズは、ライスとタイテロ責任者のリチャード・クラークが、オサマ・ビンラディンがスーダンにいる間に、彼を無力化する機会を逃したことに、関わりがあると指摘している。カーニーとリアズは、スーダンとオルブライト米国務長官は、 オサマ・ヴィン・ラディンの逮捕につながる可能性のある情報分野での協力について合意寸前であったのにライスト・クラークが国家安全保障担当の大統領補佐官のサンディ・バーガーを説得してオルブライトの決定を覆したという同様な疑惑は2002年1月号のバニティフェアで気候編集者デビッド・ローズがマタルシング・ヴィン・レイデンの著者 リチャード・ミニターも2003年11月号のザッシュワールドのインタビューで指している。カーニー、リアズ、ローズ、ミニターはいずれも、スーダンは、オサマ・ビンラディンを米国に引き渡すという提案をし、ダイスは、この、スーダンの提案を受けないと決定するにあたって、その中心人物であった、と書いている。合衆国に対するテロリスト攻撃についての、調査委員会。 いわゆる9から11調査委員会は、その調査報告書で、スーダン国防省ファティワ・エルワは、スーダンは、オサマ・ビンラディンをアメリカに引き渡す提案をしたと、主張しているが、当委員会は、それが真実であるという、信用に足りる証拠を見つけることはできなかった。スーダン駐在大使カーニーは、スーダンに、オサマ・ビンラディンを追放させるように指令を受けていただけである。当時、 オサマビンラディンに対する訴追はなかったので、大使カーニーは追放以上の要求をスーダンに対して行う法的論拠を持っていなかった。と結論付けている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。